枝野幸男代表が駆けつけてくださいました。枝野代表よろしく。少子高齢化が進む、格差が拡大をして社会が分断をされていっている、もう限界じゃないのか。まっとうな暮らしを取り戻したい。そしてまっとうな暮らしを取り戻すには政治がまっとうにならなければならない。政治は一握りの人たちが上から自分のために権力をもてあそぶ、自分の都合で国民に自分の価値観を押し付ける、それが民主主義なんでしょうか。森友問題、賭け問題、情報を隠しごまかし開き直る、安保法制、特定秘密保護法、そして共謀罪、国民の大きな反対の声があってもろくな説明もしようとせずに、今数を持ってるから何をしてもいいんだ、これが本当の皆さん民主主義でしょうか。